よし、続きやっていきます。第120話、死の失踪アポストロフィートリプル。敵のシングラセンダーが市街地上空に飛来、地上部隊はアンドロイドの投下に備えてください。歩行2チーム、D、カッコデルタチームと E、カッコイプソンチームが先行しています。非常時には各チームと合流し、状況に対応してください。いやーもう4回もやれば、あらすじもスムーズに読めるようになってますね。にしても、過去、ね、アンドロイド系の新型が確定で出てきてんのかな？敵弾、ん？まずはアンドロイド来て、次敵弾兵来て、で、高機動型来て、スーパーアンドロイドが前回来た？いや、ちょっと変やな。でもこんな感じですよね。前回間違いなくスーパーアンドロイド出てきたところ、どうなるものか。スーパーのスーパー、ハイパー来るかな。で、ここ最近実はレンジャー使ってなかったので、レンジャーでいこうかなと。で、スラックショットの新しいの出てます。一発2000ぐらいじゃなかったかな。2175。一番近い時に当てて。うん。で、サブで、T2 ストック F 持ってきます。いやー、前回えらい目にあったし、ね、距離問題で。うん。で、この T2 ストークなら272メートル飛んでるんですけど、いつも使ってるスラックはやっぱり短いんですよね。170しか飛んでなくて。100メートル違うだけでも、リングの真下狙えてなかったもんね。で、にしてもちょっと、他の新武器もまだ育ってないんすよね。精度が C とかだったり。これ使ってあげたいな、育ったら。ミニオンバスター MK3。5で結構お世話になったんですけど。うん。久しぶり連射ボタン、連射機能使っていくやつですね。久しく使ってないしね。うん。にしてもな、T3 系も全然精度低いし、まあダメージ強いんですけどね。まだちょっと、あとこれもか、スラッガーの新しいの来てるんすけど、有効射程84メートルですからね。前のスラッガーの半分。全然届いてないし。で、精度 B だから。あ、でも前のスラッガーよりは精度いいのか。はい。とりあえず、これでいこうかなと。ハイパーアンドロイド。でも、あれの上位互換ってなったらもうキクロップスとかになってくるけど。まあ、序盤は一緒やね。序盤は一緒。届いてない。届いてない。当たった。ただ、T2 ストックでいいかな。ああ、これ、やっぱ精度高いからね。めちゃくちゃ強い。精度が高いだけで。狙ったところにちゃんと入るってのが強いね。あ、カバン投げ。カバン。序盤からなんか数多いね。気のせいか。カバンが仕事する。まだちょいちょい俺。でもこういうの考えたら、貫通武器のスラッガー。死体とかあると思う。攻撃入らんしね。で、火片付けて。さあ。これ倒したらやるね。何が来る？スーパーアンドロイドじゃないのは間違いない。なんだ。さあ。クラゲ来るはず。ああ。さあ。なんだ。クラーケンじゃない。クラーケンチビヘイズ。あ、その名前ついとったん。すぐに移動してください。これも未来でやっとるやつやね。あ、こんな感じで視界あれやったのよ。墨入ってったんだ。これはこれでも T2 ストックが刺さるかも。あ、てか合流しよう。素直に合流しといた方がいいやつ。あ、これさあればなんとか。なかなり数おる。やべ、後ろ。やばい。ちょっと合流急ぐか。合流急ぐ。
やべ、結構強いなこれ強いぞ。オッケー。終始こいつらとだけか。チョコマカとめんどくさいな。スナイパー武器、いや数多いからエメロードかなこれは。あ、そうか、前回もエメロードでなんとかしたもんね。うん、かなり頑張ってる。悪くないね、火炎放射。射程がそこまでないけども、うんうん、頑張ってる頑張ってる。グイングイ動いとる。一旦回復しようか。で、カバンお疲れ様、カバンお疲れ様。はい、クリア。で、回復して、まあこの程度ならここに来てるはず。ここ、またヘイヘイズ小生物が来るぞ。いやー、分散したままでは確固に撃破される。集合しろ。さっさと合流するか。まあ、この面実際合流してしまえば、いや、めっちゃ湧いとるな今回。先に合流しよう。結構もうなんか追いつかれてない。で、次のフェーズで終わりだから、あっちも死んだかなあ、プロメテウスになっとる。いかつくなっとるロボが。プロテウス、いかつい。え、もうサボっていいんじゃないこれ。イプシロンの位置まで下がれ。よっしゃ、こいや。あっちすごくなっとる、あっちすごくなっとる。あ、めっちゃくちゃ切り札。ここに配備されてるってことは相当早いよね。そういえば、そっかそっか、3年後にようやく配備されたものが。わ、結構なことなっとるな隅で。もうスプラトゥーンのあれでいかにしたんかな。そんなわけないか。結構今回海生物いっぱい使ってるしね。今年は海の年だよな。いや、すごいな、ほんと前見えんくなるやん。すごいすごいすごい。あ、見えんくなる、マジで。すごいすごいすごい。これは気づかんのは未来では。もともとなんか暗いしね。いった、敵戦が通過します。いったぞ。カバン片付けといて。飛行生物が出てきます。うん、いや、プロテウス俺ならいけるんじゃない。ちょっとホーミング系持ってこんなかなと思ったけど、ちょっと回収しぎとるか。数すごい。いやー、できればエメロード使いて。死ぬんなら、死んだんならやな。てか、スラックショット全然いきんし。スーパーってクラーケン来ても全然問題ないような気がするけど。あ、くそ、邪魔邪魔。柵とか結局狭いからね。うわ、かなりおる今回。プロテス押したらもう終わりやな。カバン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 。オッケー、今夜は焼きイカパーティーや。うわ、減ってなくない。プロテウスすごいやられてる感じがする。いや、真っ暗になってきた。見かけたやつをさっさと通す。あ、ここすごい、ここすごい。スラクダ使ってもいいんかな。射程どんなもんっけ。やっけー、頑張ってるな、プロテウス。え、また増える、また増える。え、こんなんじゃなかったよ。
なあ。敵に囲まれています。え、こんなんじゃなくなかった。難易度上げてきとる。もうすぐ射程に入るぞ。うわぁ、めんどくせぇ。やるしかねえ。4方向から来たで。ああ、ただこれ持ってきて正解やわ。強い。かなりおる。うわぁ、すごいすごいすごい。ただやっぱエメロードが最適解やな。リロード。スラック、あ、当たった。結構スラックいいのか。スラック、あ、どうだ、微妙。やべ、プロテウスいったか。プロテウスいったか。あー、まず、いや、これゴーストチェイサーでやりて。あ、カバーカバー。ただいい感じのとこに集まってくれてる。なんか火嫌ってる。これもしかして焼き怒りになるのから逃げとる。カバンが超刺さっとる。あ、でかい回復拾えた。はい、拾えた。いや、結構減ってる。てか回復のタイミングもいい感じで助かる。いや、カバンマジで頑張ってる。ただ全部いったか。よし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 。死んだっぽい。またいや、いけとるいけとる。こんだけ減ればなんとかなるぞ。あ、くそ。おお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 。いや、いける。あ、背中におる。スラック。まだまだおる。よし、あと3匹くらい。スラックスラック。あれもうラストじゃない。あ、右下になんか引っかかったんだ。スラック買った。いや、さすがにこれはちょっと回収しよう。うん、新武器とか出る可能性もあるしね。ちょっと回収して、右下に一人多分引っかかってますね。うん、よし、こんなもんかな。この辺におる。かかっとるね。あ、この向こう。あ、このビルの中におる。おった。かわいそうに。あ、ちょっとちょっとちょっと、こいつ頭引っかかっとった。気持ち悪い。データ、あー、こいつか。ヘイズ。いえ、正確にはエイリアンは降下せず、そのまま増え続けています。そういうなんかトンチはいいわ、そういうの。ああ、あっち取れてない。ああ、まあ何もかも上位互換になんのかな、このヘイズは。